今払う。ラーク。だから別なやつ。言ったのと別なやつ。やった。やった。
だからなんかさ、何でもあったけど、それが正直に直してほしいとか言ったことあるから、そういうことで、でも思ってても言わないと、俺が言われたくないから、だからずっとこうにしてきたのに、なんでそっちだけ直してほしいとかいっぱい言うのって待つの気持ちが、俺は何も言ったことないし、だから受け止めろよみたいな、そこが一緒感覚は、だからだって何も求めないから、求めてこないで、うまく無理です、お互い気持ちでも何もないから、お前も準備して、その3歳じゃなくて、その感覚は若干似てるよね。そうだね、こっち何も言ってないけど向こうがすごい言ってくるとか、それは何も欲しいから分かる。児童の保護者団体の会、もしも国民